黒川の手帳は、松本清張の長編小説。巨額の金を横領し、銀座のクラブのママに転身した、女性銀行員を、地味猛僚が跋扈する世界を背景に描く、著者のピカレスクサスペンスの代表的長編。週刊新潮に、近畿の連が第4話として連載され、1980年6月、新潮社から単行本が刊行された。後に、新潮文庫版と、 電子書籍版も発売されている。1982年、1996年、2004年、2005年、2017年、2021年にテレビ朝日系で6回、1984年に TBS 系で1回テレビドラマ化されている。原口原子は銀行の支店に勤務する地味な OL だった。しかし彼女はその地位を利用して、 銀行から7568万円の大金を横領、それを元手に銀座のクラブのママとなる。競争や葛藤が渦巻く夜の銀座で、さらなる野望へ向け次の獲物を狙う。松本清張の黒川の手帳のタイトルで、1982年1月4日から2月8日まで、毎週月曜日22時から22時54分に、テレビ朝日系の 月曜劇場を枠で放送された。主演は山本陽子。出演スタッフ放送日程1984年1月5日から2月24日まで、月曜から金曜の13時から13時30分に TBS 系の花王愛の劇場枠で放送された。主演は大谷直子。キャストスタッフ松本成長特別企画黒川の手帳のタイトルで、 テレビ朝日系の2時間ドラマ、土曜ワイド劇場で1996年12月7日21時から23時21分に放送された。主演は浅野優子。視聴率は18.1%キャストスタッフ2004年10月14日から12月9日まで、毎週木曜日21時から21時54分に、テレビ朝日系の木曜ドラマ枠で放送された。 主演は、米倉良子。テレビ朝日開局45周年企画。概要、第22回 ATP 賞最優秀、小受賞作品。現在は、DVD 化されている。原作から脚色がなされている。10月21日に放送される予定だった第2回の放送分は、プロ野球日本シリーズの中継が、報道ステーションの放送時間帯まで食い込んでしまい。 次の週に順延されたが、この措置に視聴者からのクレームが殺到した。平均視聴率は15%前後、最終回視聴率は17.7%を記録し、初回視聴率は木曜ドラマ枠の全作品中、歴代4人であった。また、ラストは原作とは異なる。当初は黒木瞳、深田京子の主演で2時間の単発ドラマとして、 企画されていたが、テレビ朝日側からの要請でキャスティングを変更しての連続ドラマとなった。このドラマが好調だったことから、放映が始まってほどなく、米倉と松本清張の三部作という企画が持ち上がり、同じ枠で松本清張獣道、松本清張最終章悪い奴らが制作されることになる。ストーリー銀行委員。 原口健氏は勤務先の銀行から1億2000万円を横領する。元語は架空名義預金者のリストが記された黒川の手帳と引き換えに銀行に横領を不問に付させることに成功する。やがて銀座の老舗クラブ、食大のママ、岩村明子の下で銀座での生き方の色派を学んだ元語は横領した金を元手に銀座にカルネという名のクラブを開く。 カルネには男に捨てられ、途方に暮れているところを元子が拾った山田奈美子などをホステスとして加え、カルネの経営は順調な滑り出しを見せる。しかし、奈美子はカルネの常連客の奈良林常時と深い仲になり、奈良林から金を引き出して、カルネと同じビルに自分も店を出すと言い出す。奈美子の裏切りに激怒した元子は、写しを取っておいた黒革の手帳を使って、 奈良林から大金をゆすり取る。そのため、奈良林から奈美子への援助は停止され、奈美子の開店計画はご破産になる。奈美子の放築に成功した元後は、銀座一の名店、ロダンが売り逃がされていることを知り、ロダン買収のために、新たなターゲットを探し始める。その頃、カルネには、影のある大義士秘書、安島富夫が顔を出すようになる。男に依存し、 挙句の果てに捨てられた母の姿を見て育った元子は、どの男にも頼らず生きていこうと決意していたが、あ島に惹かれてゆく。元子の噂は、銀座中にとどろき、その噂を聞きつけて、爽快屋の長谷川正治もカルネに顔を出す。そこで、元子とあ島が惹かれ合っていることを知った長谷川は、元子に、あ島に近づかないよう警告する。あ島への恋を忘れ。 ロダン買収に邁進する元語だったが、長谷川は元語に周到な罠を仕掛けていた。キャスト主人公、クラブ、カルネ元語の関係者、奈良林美容外科クリニック東林銀行その他、スタッフ放送日程、黒川の手帳スペシャル白い闇のタイトルで、テレビ朝日系の2時間ドラマ、土曜ワイド劇場特別企画で2005年7月2日21時から23時21分に、 放送された。主演は、米倉良子。松本清張の短編小説、白い闇を本作風にアレンジした内容で、白い闇を下敷きに、銀座を追われ、復権を目指す元語に接近する、大手ホテルチェーンの社長兄弟との愛憎劇を描く。視聴率は16.4%。また、DVD 化されている。土曜ワイド劇場では1996年7月から、 番組終了の2017年4月までの間、全作品共通のエンディングテーマを用いたが、本作に限り、連続ドラマのエンディングテーマを用いた。ストーリー山田奈美子の告発によって、銀座を追われた原口玄師は、京都のクラブ、戦線のママを務めながら、復権の機会を伺っていた。大手ホテルチェーンの大関ホテルチェーンの社長、小関誠一に目をつけた元子は、 株主総会に出席し、聖一の不正を求断する。元後に興味を持った聖一は元後に接近し、その度量に惚れる。そして、聖一は元後に求婚し、元子を婚約者として周囲に紹介するのだった。やがて、聖一は仕事のために東北へ旅立つが、そこで行方不明になってしまう。聖一の腹違いの弟である高瀬俊吉から、 ト和田湖の近くに聖一の愛人の田所つね子が住んでいることを聞き出した元子は、早速、つね子を訪ねるが、つね子は聖一さんをお返して、と泣きじゃくるばかりで、拉致が開かず、元子は腹を立てて、つね子の元を去る。しかし、その直後、つね子の死体がト和田湖で発見され、地元の警察は元子に疑いの目を向ける。警察署に連行された元子に対して、 警察官、木富和幸は、元子の旧悪をまくし立てて、元子を追求していく。その頃、京都では春吉が、尾関ホテルの経営権を手に入れていた。そして、春吉は、釈放され、京都に戻った元子に接近する。キャストスタッフ2004年版と同様に、テレビ朝日系、木曜ドラマは国て、松本清長の没後25年となる2017年に、 7月20日から9月14日まで放送された。主演は、竹井咲。キャストゲストスタッフ放送日程、ドラマスペシャル黒川の手帳解体業のタイトルで、2021年1月7日に放送された。2017年版のスペシャル版として、金沢の高級クラブで再び、ホステスとして、頭角を表した元子の愛憎劇を描く。 エンドラ版の最終回で逮捕された元子が刑期を終えて出所した3年後が舞台。2018年3月に第一子を出産した竹井咲のドラマ復帰作。松本清張の短編小説、解体業を下敷きとしている。キャストスタッフ放送日程2006年10月、明治座の1ヶ月公演として行われた。全38話。2009年5月に、 松本成長生誕100周年記念として、同じ名治座で再演された。小説第一説に、明子のクラブ、食材は、銀座の並木通りを土橋近くへ歩く横丁にあると、記され、第三説では、元々のクラブカルネが、このすぐ近くの新築ビルにあると記されている。土曜プライムの一企画扱いに降格後を含む、東林銀行のカードを紛失した顧客が、 カードの再発行の申し込みについて、公員とやり取りしている場面の写真と、その一部始終についてのコメントが無断で SNS に投稿されていたことが発覚し、問題となる投稿をしたのが、初位、コネ入社をした新入公員であることが判明。しかし、その新入公員の親が経営する、大口取引先との関係が悪化することを恐れた、の村店長の藤岡が、 もともと山田を身代わりに辞めさせようとした。ありがとうございます。